中国共産党の機関紙人民日報のインタビューで、北東アジアでの対立を平和と安定の秩序に変えるためには正しい歴史認識に基づく関係国の共同努力が必要だと主張しました。旧日本軍の従軍慰安婦問題で対応を取るよう日本に改めて要求する意図とみられます。人口の減少に悩む秋田県は来年度から3人目の子供が生まれた場合に2人目以降の子供の保育料を無料とする方針を決めました。都道府県では初めての制度で、秋田県の担当課はかなり踏み込んだ助成制度で子供の多い家庭を積極的に応援したいとしています。続いてお天気です。今日の関東地方は晴れまたは曇りですが、大気の状態が不安定で局地的に激しい雨が降るところがあるでしょう。急な天気の変化にご注意ください。以上、担当は中村でした。